妄想七つの大罪コラボガチャーン、よいしょーパーツツということで、クレア、はい、来とるぞ、来ましたね、七つの大罪がまた来とるぞ、まさか七つの大罪とは。ということで今回はガチャを引いていきたいと思いますけども、私アニメ結構第3、4シーズン頭まで見ましたんで、今回10回熟知しております。10回も、あともう、まあ、ガチャは関係ないけど、エスカノールなのかな、やっぱね、7つの大罪で言うと、うん、ということで来ておりますので見てください。僕もちょっと追っかけたんですけど、3シーズンの途中までしか追いつかなかったんですよ、うん、いや一番気になる、もうそっからもう、あ10回出てきたぞぐらい、あ10回出てきたぞまで、いやいや、その後なメリオダスとなんかエリザベス関係どういうことがあったの、もうずっといろんなストーリーがもう織り交ぜて、素晴らしい出来だ、早く帰りたい、名アニメだ、名作だ、ということで、はい、今回は第2弾でございましてです、ね、私ね前作パート1の時はねメリオダス出してるんですよ、ほら一体出てる、星5はメリオダスぐらいですかね、はい、で今回はまあね、こっちちょっとねやっぱね、僕エスカノールがやっぱ今回のアニメでピカイチやっぱかっこいいのよ、傲慢の罪がすっごいかっこいい、ということでこれを出したいと思いまして、でも徳玉からいっちゃいますか、徳玉からいってエスカノール出たらもうそれでも終わりますから、うん、エスカノール狙いですね、はい、エスカノール狙いでございます。そしてまあとりあえず一回徳玉なんか一回いきましょう、音ちょうだい音、あのトントコトコトコって、あ、なんだっけ、コブタちゃんが走ったら、ポークちゃんが走ったら、ここはもう激アツ展開なんだね。さあ、とりあえずだね、まあ1回目はね、あれ走らないね、ポークちゃん。あ、おお、嘘、徳玉来たの、やばいじゃん。あー、キングー、キングかー、徳玉重心化しましたから今回ね、うん、徳玉お得徳玉 で, 徳玉で走りましたね、ホークちゃん徳、本当に来ちゃったよ、取れたら変わったね、もう今のがきっとサムネに驚いた顔が使えてるんでしょうね徳玉でびっくりして、今回でもね、この今日という日エスカドル出現確率超アップでございます。そして見てください、星玉もあと1で溜まるという、これも激アツの展開になってます。そういえば前回調整しましたね。調整しました。はい、これで確実に。だマーリンも好き。マーリンも。ああ、マーリンも強いですね。マーリン何が本当に素敵。エスカノールの気持ちわかる。よし、行きましょうかね。あ、このね、あの目の色が変わったやつもね、なんで変わったの？アニメ見てください。よし、行きましょう。僕まだエスカノール出てきてないんですよ、アニメ。今この絵見てちょっとびっくりしてますもん。いやいや、え、前の以前の俺じゃねえかエスカノールの、お、すごいんだよこれも。いや、エスカめちゃめちゃ強いんだ、本当に強い。うん、じゃあここら辺のキャラクターなんでエレインがいるんだとか、そういうこと。そうですね、うん、なんでエリザベス目の色ちょっと違うんだとか、そういうこと。そうですね、アニメ見てください。あー、もう見る、いきましょう。じゃあ10連からいきましょう。今回619個応募集まりましたんで、いきましょう。とりあえずは1回目ガチャル、もう1回トントコトコトコいってほしいです。パチクリもしていないけども、いきましょう。ですから反旗の飛行よ、ストライク、ジャダッダッチ。さあ今回は私が引いたら出るに違いありませんからね違いありませんからね違いありませんからねおー、メリオダスおー、あ、星4もありました。エレイエレイ、いい子なんですよ、いい子なん、泣いちゃいましたもん僕もっと泣く、もっと、おー、これも星4来た、アーサー、アーサー、朝、な、なんでもない、まだやばない、メリオダス熱い、2体目ですけども全然重心化最高。そしてここで溜まって、ありがとうございます、エスカノール
来ます、絶対来るでしょ、私が引くんですから、ね、さあさあ星6確定、ここで誰ですかあなたは。ジャスミン、ジャスミン、ジャスミンも重心か、よし、これはこれとして戻りましょう。さあもう一回改めようかな。569エスカノール一回追ってみようか。まあ確率アップ日ですからね、うん、そう言って他のコラボの時泣いたんだけどよし行きましょう。エレン・アーサーも出たんで、もう次止まったら激アツと。そうね、激アツでしょ、よし行きましょう。さあしない、パチクリしてない、逆回りも見ておいてください。よいしょ、 OK で聞こえる、トリック、シャドウ、逆回りです。さあトントコトコトコもない、おえらい、おぉメリオダス、どうだ、なんでこんなに来るんだメリオダス艦隊の完成でございます。いやゴーヤさん、メリオダス艦隊の、うん、すごい強い動画っていうのを僕見てるんで、あら、じゃあフルカウンターがバリバリ刺さるんですよね、カウンター尽くしで。あと10回、行きましょう、エスカノールを追いますよ。モンスターっていう人がさ、結構エスカノール出してるの、2枚抜きしてるやつも見たからさ、ちょっといける気がする。よいしょ、半切れ聞こえよ、ストライク、シャダ、うん、演出はない。さあ止まればこちらの、よし何これ、メリオダスボロボロ出るアップじゃん、これいいな、メリオダスダスじゃんこれバンも出したいんだよね、行きましょう、かっこいいですよね、はい、かっこいい、死なないから、行きましょう、半径で聞こえ、ドライク、シャドウ、メリオダスはもう嬉しいんですけど、もう大丈夫ですはい、一応もう、はい、さあ朝、おっ、来た、誰、マーリン、あー、いいっすね、いいでしょう、ボディラインがたまらない。さあ2枚抜き、何かしら出ろ、うん、続けましょう、行きますか、行きましょう、あと15個で星玉もたまりますね、年末も視野に入れないと、そうですね、20連かな、行きましょう、本気で引くよ、ストライク、シャドウ、よし、うん、うん、お、あれ持ってるやつは、誰でしたっけ、オルフェイス、あー、はい、はいはい、これだ、はいはいはい、知ってます、星玉があと6で、星玉で出るパターンもさっきなかった、信じていきましょう、これで決めたい、ホークちゃんみたいな、ホークちゃんみたいな、トントコトコトコ、よいしょ、本気で引くわ、ストライク、シャドウ、よっ、来ちゃった、びっくりした、新しい端末に変えたから大変なことになったいきますか、これも勝利の雄たけびでしょ、これ、そうですね、完全にエスカノールピックアップ B ですから、いきましょう、ほんとの、ほんとの本気で聞こえる、シャドウ、さあ確定だ、来い来い、来ました、来た、落とし後来ましたね、ん、10回ですかん、いや、これ全然魔人ですか、え、諦めないよ、最後ほら、メ
あ、見たことある。スルガット。メリオダス、どうした？そっか。これは、わかった。次の星玉で決まる。そのパターンだ。よく出すね。いや、強欲ですからね。出ますよ。行きましょう。さあ、これでエツカノールで大断言でございます。ですよ。誰ですかこれは。ブリューナク。ブリューナク。ああ、これもなんか見たことある。ブリューナク。何でいけるの？裏、裏の端。おほほほほほ。319 11月半ば。ラス10いきましょう。ラス10、ラス10。メリオダスまさかのラク25。よし、ラス10に全てをかけて行こう。行きましょう。暗記で引く。ストライク。チャンス。さあ、ラス10です。これでおしまいです。演奏ない。お、バッハ的なやつ。す、よっしゃ。やったー。これすごくない？出ましたね。来ましたよ。バッハ。ドキドキしちゃったよ。うおー、これがエスカノールだー。おめでとうございます。さあ、うーわ、嬉しい。言ったでしょう、まともには死ねないと。言ったでしょう、出るって。いやー、嬉しい、満足で。年末のためにもちょっと応募取っといて。これはもう今回のもうとダーツの対談は原曲作りまくるしかないな。そうですね。ということでこれをこれをまた強くして阿部ちゃんにくっついてよ。はい、ということで本日ここまででございます。皆さんはガチャ出ましたかね？のコメント欄にいろいろ書いていただけると可愛いでございますよ。はい、本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。阿部ちゃん次いつ来るんだ。年内には呼びたいですね。年内に呼びたいね、うん、みんなも見たいだろ、うん。